新越谷駅、南越谷駅、ご通行中の皆様、大きな声でお騒がせしております。我々は日本改革党という政治団体であります。私は代表の元豊島区議会議員、靴沢良二と申します。逸見正孝越谷支部長とともに、少しばかりの間お騒がせいたします。愛知県のですね、安城市というところで、市役所にブラジル人女性がやってきまして、生活保護をくれと、この方ですね、よく調べますと無免許運転で捕まって会社をクビになったから失職して生活が苦しい、こういう理由で生活保護を頂戴、市役所に来たらしいんですけれども、一度は却下されております。そうしましたら愛知県の弁護士会の人権救済申し立てというものに相談してですね、支援者と毎日新聞が騒いだために担当課長が謝罪し、結局生活保護をもらえることになったということであります。私が変だな、思ったのはですね、日本人が生活保護を申請して断られるようなことはよくあることではありませんか。それはニュースにならなくて、外国人が生活保護を断られると毎日新聞が全国報道する。まずここがおかしい。さらにですね、支援者その他毎日新聞が騒ぐとやっぱり生活保護を上げますと、これもおかしいことだと思いませんでしょうか。そんなのですね、騒いだもん勝ち、ごね毒というようなことで生活保護がもらえるんでしたらば、誰しもがもらいたいですよね。病院代もただになるし、外国人がごねるとニュースになって、日本人がごねるとニュースにならない。これもおかしな話であります。日本では現在1200億円以上が外国人の生活保護のために使われているということですけれども、1億2000万人いるんですから1人当たり1000円ぐらいですよね。私はいてくれって頼んでないですね。外国人の生活を保護するために1000円も出したくありません。4人家族だったら4000円ですよ。6人家族だったら6000円になりますよ。それだけのお金をどうしていてくれ、頼んでいない外国人の生活を保護するために我々が負担しなければいけないんでしょうか。おかしいとは思いませんか。外国人の生活保護に法的根拠は一切ないと最高裁の判決が出ております。さらにはですね、外国で困った日本人の生活を保護してくれる国があるんでしょうか。今回愛知県で騒いだのはブラジル人女性ということですけれども、ブラジルで困った日本人をブラジル政府は保護してくれるんでしょうか。日本と日本人だけがあまりにも一方的すぎます。不公平であります。日本人が、日本政府がわざわざ外国人を連れてきて日本にいてくれ、頼んでいるなら話は分かりますけれども、勝手にいて勝手に帰らないんですよ。おかしいと思いませんでしょうか。日本人が外国でもし生活保護をもらわなければならないほど生活に困ったら帰ろうかな、あるいは日本大使館に相談しようかな、それが普通ではありませんか。どうして日本国内にいて生活に困った外国人は市役所や区役所を目指すんですか。おかしいですよね。まあ、日本人にですね、生活をくれる外国政府なんか
ないんですけれども、だから外国政府区役所市役所には相談しないんだとは思いますけれども、そしてその外国人生活に困った外国人無免許で捕まってクビになった自業自得の外国人の生活保護を取るために支援する団体というのがいると。その人らは困った日本人のためにも何かしてくれているんでしょうか。そこら辺は不明であります。この生活保護首尾よく勝ち取ったブラジル人女性、今後はですね生活に困った外国人のために働きたいなんてふざけたことを言ってるみたいなんですけれども、そんな元気があれば普通に働いて自分の生活費稼げばいいではありませんか。困っている外国人を助けるなんてことは余裕がある人がやればいいことであります。生活保護をもらいながらやることではありません。この辺も私はカチーンとしました。日本改革党はあまりに一方的な外国人生活保護に大反対しております。法的根拠もないものに公金を投入していることにも大反対であります。安倍元総理の国葬に対して法的根拠がないと大騒ぎしていた界隈がありますけれども、その人たちにですねじゃあ同じように法的根拠がない外国人生活保護にも反対するんですね。聞きますとこれが不思議なことに黙り込むんですよね。おかしいと思いませんか。黙り込んだ後にですねしばらくフリーズしていずれ再起動してまた同じこと喋り出すんですよ。あの人は一体何なんだろうな、私は常々疑問に思っております。日本改革党というのは外国人生活保護に反対したり窮状なんかいらねえと廃止しろと、いうような団体であります。よろしければお見知りください。よろしくお願いします。新越谷駅南越谷駅を、今ご活用されている、方々、日本改革党の越谷支部長辺見正隆と申します。来年の4月統一地方選挙に向けて市議会に立候補予定の辺見正隆と申します。まだまだ日本改革党として認知されている状況は小さいかもしれませんが、これから頑張って日本改革党の知っていただくためにもこれから頑張っていきますので、どうぞお見知りおきよくお願いします。頑張れ。よろしくお願いいたします。